父がいる、ウルトラの母がいる、そして太郎がここにいる。空を見ろ、星を見ろ、宇宙を見ろ、彼方から迫り来る赤い日を。これ以上無理だ。また来いよ。いつでも調整受けてやるね。小太郎さん。ねえ、大丈夫？ちくしょう。いや、東君、なかなかやりますね。君の根性には感心しましたよ。まあとにかくもっと基礎をしっかり身につけるんだね。そうすれば彼なんか何でもないよ。チャンピオンは一日にしてならずだ。まあ、頑張らなさいね。どうも。今度こそ俺が勝ってみせるぞ。もうやめた方がいいよ。いや、やめるもんか。建築と約束したやないか。絶対勝ってみせるって、うん、でもさ、俺は約束したことは必ず守るんだ。さあ、現場だ。源流の工事現場は怪獣コスモリキッドに襲われて完全に潰れてしまった。このニュースが町の人々に伝わったのは前夜の豪雨が嘘のように晴れ上がった翌日の朝であった。まだまだ負けねえぞ。ワッツワッツ。今度はポップコーン入れるよ。うん。
はい、こちら東。こちら本部です。至急本部へ出頭してください。緊急任務です。了解。本部で呼んでるんだ。悪いんだけど。つまんねえの。昨夜の豪雨で飯場が潰されちまったんだ。単なる山津波だという説もあるんだが。ああ、どうでだ。ゆうべ枯れたことも寝るか。は、はい。ん？はい。そうか。私もゆうべカレー食べた。よし、東と南原に調査を命じる。は？はい。ああ。現場はすっかり土砂にうずもれて調査は不可能であった。しかし東と南原は念のため付近一帯に調査の足を伸ばした。ああ、とうとう霧が出てきたな。ここまで何事もなかったということはやっぱりガサネタだったんだな。おい、もう帰ろう。ええ。南原さん、怪獣だ。あ？なんだよ。いないじゃないか。あの霧の中にいるんですよ。ん？おかしいな。なんだよお前。お前錯覚したんじゃないのか。しかし確かに見たんだ。お、霧に映った俺たちの影を見たんだよ。さあ帰ろう。ファイツ、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 ファイツ。綺麗だね。ええ。昨日買ってきたの。いや、君のことだよ。あら。はい、あ。沙織さん、建築は勉強かい？圭一のことなんて知らないわ。え？部屋へ閉じこもっちゃって出てこないのよ。どうしたんだろう。今日はどうかしてるのよ。変なことばっかり言って。ケンシ君、何があったんだい。俺に話してごらんよ。君と俺とは親友じゃないか。ダメだよ、大人は親友できないよ。本当のこと言っても誰も信じてくれないじゃないか。おい健志君、それはないぜ。俺はまだ何も聞いてないよ。釣りをしてた人が殺されたんだ。え？健志君、この怪獣どこで見たんだ。俺の見たのと同じだぞ。え？小太郎さんも見たの？ああ。そうか、よかった。僕の話、お姉ちゃんも信じてくれなかったんだ。あのね、さっき多摩川の堤防で自転車に乗ってたんだ。え？うわー、火事だ。間違いない。この弾は上流で俺が怪獣に向けて発射したもんだ。おい健志君、大手柄だぜ。俺はすぐザッと知らせました。じゃあ。しかし多摩川の上流から子供が拾ってきたものとは考えられんな。ええ、むしろ怪獣にくっついてきたものと考えられるんだな。で、君が見た怪獣っていうのはその絵と同じもんだったんだな。間違いありません、うん、おい、これはえらいことになっちゃったな。大丈夫。あの時もう少し調べとけばな。またか。すいません。すると怪獣は川の水と一緒に流れてきたっていうわけか。でも多摩川の水は怪獣を押し流すほど多くないわ。森山君、河川地図だ。はい隊長、すぐ出撃しましょう。待って。いや、しかしですね隊長、せくないよ。まあ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 、まあ、
まず水から追い出すことが先決ですね。川の中に電気を流せばいいんですよ。そうか、西田の得意な放電作戦か。それほどでもないです。放電には俺も賛成だ。生物はすべからく強い電気ショックに反応を起こす。よし、付近の住民を立ち退かせ、地球作戦開始だ。はい、はい。速やかに所定の位置につけ。はいはいはい。さあ。オッケー。次の指示を待ちます。準備はいいな。すべてオーケーです。発射開始だ。進入ろ。了解。スイッチを入れてください。開始。爆発したんだ。また川の中に逃げられてますよ。見てろ、おかえをへがるぞ。下がれ、下がるんだ。太郎になる時が来たぞ。
ざまみろってんだ。東、おい東、大丈夫か。ええ、この穴、何でも飲み込んじまう穴だって子供たちの間で有名なんですよ。はあ、まるで新垣さんの胃袋みたいじゃないですか。何でも食うからな、大きく丈夫になるんだ。ナンバラみたいに無差別じゃないぞ。それでアンパンみたいに膨れてるんですか。それで動作も鈍くなるってわけですね。引き上げるぞ。はい、はい、はい。おい、行くぞ。はい。川を流れてきた液体怪獣ゴスモリキッドは本当に死んでしまったのだろうか。そしてこの穴は何の穴であろうか。エチエチエチ、次はストアだ。よし、コウタロさん、これだけ練習したんだから今度は勝てるよね。ああ、君との約束は守るさ。精一杯やるからな。まあ、見ててくれよ。うん。様子がおかしい。ケンシ君、離れてるんだ。X 線レーダーのスイッチを入れろ。この骨の間に動いてるのが東じゃないか。あ、そうだ、東さんだ。そうだ、うん、確かにこれに間違いなさそうだな。えらいことになっちまったな。怪獣のやつ無差別に食いやがって。なんとか連絡が取れないもんでしょうか。そうだ、おい東、音できるか。副隊長、俺は一体どうなってるんですか。お前は今怪獣の腹の中にいるんだ。怪獣、チキショー。おい、何をしてるんだ。中でテロのことすんな。何とかしてくださいよ。まあ、落ち着け。作戦はこれから考える。何しろ怪獣の腹の中に入っちまったのはお前が最初なんだな。冗談じゃありませんよ。俺より先に飲まれた奴はもう消化されちまってんですよ。副隊長、ああ奴は昨日液体怪獣も飲み込んでんですよ。だから多分消化不良で苦しんでんじゃないですかね。そうなんだろうな。消化の悪い怪獣なんか飲み込んだからひどい便秘になってるんだよ。じゃあ早く下剤飲ましたらどうですか。しかしな、人間の何千倍飲ませたら効き目があるんだ。それに第一どうやって飲ませるんだ。副隊長、いっそ僕も怪獣の腹の中へ。待て、奴のお腹に穴を…いえ、怪獣のどてっぱらに穴を開けたらどうなんですかね。ナンバラ、それはいけるぞ。うん、それだ。お前もたまにはいいこと言うな。東さんのいるこの辺に打ち込めばいいんだな。うん、高圧パイプ作戦だ。西田、今度の使え。はい。坊や、危ないからね、家に帰ってるんだよ。さあ、早く離れて。
張れよ。小太郎さん、こっち、もう少し我慢しててよ。よし、いいとこ当たった。東野、助かる。出てる。パイプを取っちまやった。ダメだ。無事。大丈夫か。さあ。こんなところで死んでたまるか。俺には建築との約束が残ってるんだ。さあ、どうすればいいんだ。クラちゃん、あれよ。液体感情は消化されなかったんだ。くそ、しぶといやつだ。なんかいいアイデアないもんかな。森山君、お茶お茶。はい。いやいや、水だ。水そこにあります。何？おい、危ない、坊や、ほら、そっち行っちゃいけない、ほら、ダメだ、ダメだ、危ないじゃないか。離せって。大丈夫か。コウタロウさん、こっち。土の中に眠っていた大怪獣ライブキングの胃の中で、東コウタロウはこのまま消化されてしまうのであろうか。コウタロウ頑張れ。その時、宇宙遥か遠くから地球を目指して急ぐ何者かがあった。それこそウルトラマンタロウの生みの親、ウルトラの母の姿なのである。怪獣に襲われた東京のピンチ、ライブキングの胃袋に囚われた孝太郎の救出にザットの決死の作業は続く。スカイホエールが、コンドルが飛ぶ、沙織が危ない、ケンイチが危ない、ウルトラマン太郎の絶体絶命のピンチを救う者は誰だ。さあ、来週のウルトラの母はいつまでも、みんなで見よう。